大国鉄南線東村分岐駅のお昼下がりです。非常にこう長い構内がありまして、ホームがありまして、ベンチがねたくさん置いてあるんです。で、皆さん横になって休んだり、影の中でゆっくり列車を待っていらっしゃいます。私も、ベンチの上にあぐらをかいてゆっくりさせていただいております。ベンチはもちろん枕木で手作りですね。厳しい体制の国になりますと、本で読んでますと、構内に列車にですね、列車を待つため以外に入ってはいけないとか、関係ないものは入ってはいけないとか、列車別改札をしっかりやる国もあるそうですし、列車に乗らないものは来てはいけないという、決まりのところもあると思いますが、タイはですね本当におおらかなんですね。本当にベンチで横になっている方がたくさんいらっしゃいまして、多分列車に乗らない人もこの中にはいらっしゃるんですけれども、そこはね国鉄さんのおおらかさで全てをこうカバーするというところです。私もちょっとね本当は、街の中を歩こうと思ったんですが、あまりにやっぱり暑いので、36度から39度ぐらいありますんで熱中症になりますから、ちょっと駅でここでゆっくりさせていただこうと、列車までと思っております。タイ国鉄南線東村分岐駅です。私の大好きな駅の一つです。お帰りなさい。どうもありがとうございます。今日は東村分岐駅で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 す。今日は東村東村駅では全ての列車が、5分以上、停車いたしまして、長距離列車はここで、水の補給を行っています。給水ですね。その水、溢れている今水に鳩たちが集まって水をもらってますね。飲んでますね。いいですね。平和な感じの、おおらかな大国鉄南線東村駅。目の前には日本製の旧型客車、この右の車はだいぶ塗装も傷んでますけど、この左の車はね塗装も綺麗に塗り替えて、まだまだ使う気満々ですよ。先頭の機関車は、私が乗ってきた快速夜行と同じ日立製です。この塗色は新型寝台特急に合わせた色だったんですけれども、今は中国製の新型機関車が、主力になってしまって、急行や快速を牽引しているようです。普通列車、上り普通列車が先に発車いたします。列車が発車していきました。この後急行ナコンシータマラート線直通ナコンシータマラート駅発車です。
ご来いたしゃい。ナコンシータマラート行き急行です。左の方が南線、本線角の南線です。右の方まっすぐ行く路線が支線の簡単支線、簡単支線ということになります。何年生なんでしょうね、調べないとちょっとわからないんですけど、日立の刻印をわざわざ強調していただいているということで、東村機関区の有志の皆さんが復活というかですね、色を塗り直して保存をしたというふうに聞いております。軸配置 CC ですね、もしかしたら AAA なのかもしれないけど、 CC 電気式ですね。東村分岐駅のホームに歴代の車両の写真が全部飾ってありますね。ちょっとずつ見ていきますよ。開業の頃の蒸気機関車、ドイツ製でしょうか。日本の D51 に近くなっていきます。左は C56 かな。これ日本の DD54 によく似た同じドイツ製ですね。東北線で工事現場で見ました。これ日本製らしいんですね。私は見たことありません。もう現役車はいません。これが北線の入れ替え車、途中駅の入れ替え車として活躍している連結式機関車の片割れですね。1両ちょっと動いてるの見てみたかったですけど、アメリカ型、そして我らが日立製と続いていきます。行われます。10分間停車で現在水の補給を行っております。
ただいま南線ランスワン駅、小荷物の積み込みに時間がかかっているようです。まだ小荷物どんどん積み込んでます。ちょっと遅延するでしょうね。小荷物の積み込みに時間がかかっています。リアカーから小荷物を今積み込んでいます。はい、小荷物の積み込みが終わりました。駅長のカンテラの青が灯っています。最後部の車掌も OK のサインを出しています。発車です。ランスワンというのはこのね、電光表示器が私は印象深いです。ランスワン発車。